イベコ LMV は、イタリアの商用車製造会社であるイベコが開発した、軽装輪走行車である。イベコ社が、イタリア軍の走行車トライアルに対して開発したのが、この LMV である。車体自体が、専用設計であり、NATO の走行規格であるスタニッヒ 4569? のレベル1から4までを付与することができ、車体化が V 字型の構造となっており、 即席爆発装置の攻撃にも耐えられる設計となっている。エンジンには下級機が使用されているが熱探知装置による探知を低減するためにエンジンの下部に装備されている。また、エンジンからの排気は A ピラー内の排気ダクトを通して排出する設計となっている。また、パンクしても走行可能なランフラットタイヤを装備している。 ライトマルティロルビヒクルの名前の通り、戦闘装甲車両としての役割のほか、軍用救急車、通信車などの用途にも使用することができるほか、車体が小型のため、CH-47 チヌークや101といった、軍用大型輸送ヘリコプターにも搭載できるため、展開も容易である。なお、イタリア軍の他にも9カ国が採用しており、イギリス軍では、 FV432AT105、サクソンランドローバー及び CVR を置き換える目的でパンサー CLV として独自改造して採用している。この車両はベイシステムズが開発を担当し既存の LMV よりさらに強化された走行を採用するなど安全性の向上が図られている。現在、こちらはイギリス陸軍の第一機械化不評旅団に 配備されており、アフガニスタンで活躍している。ありがとうございます。